フルチェーン携帯 DW63S はソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズが日本国内向きに開発した au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN 対応携帯電話である。本体の外装を本格的にチェンジできる業界初の全面的な規制替であるフルチェーン携帯に対応した機種である。 同時発表された夏モデルラインナップの中では、ミドルレンジに位置する端末であり、320万画素カメラや、ワクベガ液晶、ワンセグなどを装備するが2008年の夏季においては、ほぼ全て標準的な機能であり、機能面においては目立った特徴はないとも言える。また、KCP 対応であるが、同時発表された、東芝製の W62T 同様、Bluetooth には対応していない。 ボディカラーは初期の5色の他に同年の秋冬向けに10月下旬に追加色5色が発表された。本機はパネルを全て交換することで違うボディカラーに変更することができるがベースとなる元の状態の本体色はパープルとブルーが白、その他の色が黒と2種類のみである。ただし初期装着されるパネルに応じて型番号や製造番号は異なる。 2008年8月22日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2008年10月8日に以下の不具合の修正と機能追加が携帯アップデートにより行われた。2008年10月11日に以下の不具合の修正が前回10月8日のアップデートに追加する形で行われた。2008年12月24日に 以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2009年7月24日に以下の不具合の修正と変更が携帯アップデートにより行われた。2010年2月17日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。携帯の外観と中のコンテンツを有償でチェンジできるサービス。このサービスは 全国の au ショップ一部除くピピットで希望の外装パーツを購入するという形でサービスを受けられる。なお交換、取り付けはショップ店員により行うためユーザー自身での取り付け、交換はできない。など、ありがとうございます。